クタマクは、東湖北東部から、周近辺に広がる、バタマリバ人の居住地になっている一地域の名称。タキアンタと呼ばれる、独特の泥の住居群などが織りなす、文化的景観が評価され、ユネスコの世界遺産に登録された。2013年現在では、東湖で唯一の世界遺産である。タキアンタは、クタマクの特徴的な住居である。これは、 泥でできた複数階建ての塔になっているもので、これが整然と並んで立つことで、島模様を形成している。住居群は、士族と関連付けられて立っていることから、社会構造と密接に結びついている。また、ドアは口、窓は目といった具合に、建物の構造と人体に照応関係を見出しているという点で、彼らの宗教観にも結びついている。 バトマリバ人トがいつからこの地のタキアンタを築いたのかは明らかになっていない。彼ら自身の交渉によれば、もともとはより北の地域で、もし人などと共存していたが、数百年前にこの地に移り、住むようになったのだという。タキアンタに関する最古の記録は、19世紀末のもので、写真が残っている。それを参照した結果として、当時のタキアンタは、 現在のものよりも規模が大きかったことが明らかになっている。キリスト教やイスラームとは一線を隠した状態で独自の文化的景観を保ち続けていたことが評価された。西アフリカには類似の特色を持つ世界遺産としてドゴン人の居住地バンディア柄の断崖がすでに登録されていたが、ドゴン人が社などは建てていても住居そのものには 強い宗教性を持たせていないのに対し、滝アんたは、社会構造や、宗教観と密接に結びついた特徴的なものである、ことから、その異を明確に示すことができた。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。